C'est parti, les amis.止められると思ってるやついる？なるほど。バカはいないか。お前が立ち去ればみんな利口のままだ。今時騎士道なんてクソ底のクソだろ。国の旗を背負ったクソだ。すべきことがある。同情するよ、本当。 Comment elle les a laminés? Ils ont même pas pu bouger. なぜここにいる？あんたはなぜここにいる？人類との戦争に負けた時、潔く散っていればこんなことにはならなかっただろう。<laughs> ならばお前は勝者か？魔法使いは想像力が豊かだな。何よりはいい。王冠と後ろを取り上げられたのは私じゃない。気をつけろ。 お前が足を乗せているのは獅子の頭だ。檻の外からだと思って長く続けるものじゃない。やめてあげてもいいよ。私のものを返してくれればね。貴様の。 手綱を引けばついてくるとでも思っているのか。この力は主など必要としない。今日は違う。力が使える者を見れば分かるはずだ。誰が飼い主かね。全てを知ったつもりでも未来に起こす過ちだけは知ることができない。手にしたおもちゃで喜んでいるだけではただの子供だ。いや、子供はあんただ。 かつて誰かが言った。人間の果てしない欲を全て満たせば不平等も争いもなくなる。だがそれはこう言い換えることができる。人間からあらゆる欲望を奪った時、そこに平和が生まれたと。そんな世界を誰が望むのか。で
人が望む平和とは、それを問うことは人とは何かを問うことだ。ですか？車輪が悲鳴を上げているようですが。C'est beau, franchement. この窓だが、実に視界良好だと思わないか？言われなければガラスがあると思えん。ええ。110ミリある。ボディは全面ウルツァイト。水陸両用。最悪車輪がなくても走行可能。彼女の頭はモデル並みに小さいが、不測の事態に備えた42冊のマニュアルが詰め込まれている。アスカです。今はそうお呼びください。そうか、アスカ。ともかくだ、君がヒッチハイクしたこの車は戦車顔負けだ。保険が効かないことを除けば欠点がない。なぜだかわかるか？はい。あなたはアメリカ合衆国の76代大統領であり、これはその専用車両。 G4 で非武装政策を掲げるには少々物々しいかと。そこは同意します。強引に乗り込んだ非礼はお詫びします。他の手段も考えたのですが。事情は後だ。今は1秒でも早く彼らの目から逃れよう。確かに確認いたしました。大統領車両にはギアメーカーが同乗しています。そうです。歴史上最悪の滞在人、あの男がアメリカ合衆国に投降した模様です。はっきりとは見えませんが、大統領と直接会話をしている様子が目撃されたとの報告を受けました。またはあの男に呼ばれる模倣犯であれば、聖戦時におけるアマナの犯罪を主導して報告されている。今までその正体が一切の謎。記者の間では G4 における合衆国の武装蜂起宣言との関わりが街に集まり、あ、c'est dur de lire tout. Samazama na yobina o motsu kare desu ga, warewae ni najimi bukai kotoba de arawasu nara, kou o yoberu de shou. Mao. Marude inu wa shita na. 1 kiro saki no emono mo minogasanai. Ah. Karera ni wa boku ga leak shimashita. Sou ka. Hm? Ha? Zannen desu.私にも聞こえました。必要なことなんです。僕の言動はその窓ガラスのように透明でありたい。無理なお願いは承知してますが。お願いか。我々には脅迫と同じだ。分かってないようだが、ペンが剣より強いならマイクは大砲だぞ。あなたはかつての大戦争の首謀者です。真実はどうあれ、みんなはそう信じてます。その被害者や遺族がこの近くにいれば、ただの野獣馬ではありません。頭を下げて。やっぱりあんたか。 Il a la classe ce perso. 外れだ大将。やっぱりもう一人はイリュリアの方だ。いやー、透明ですね。大統領、43冊目のマニュアルが必要です。とにかく彼の移送先を。あなたには不可能がないと聞いています。我々に何を求めているのですか？閉じ込めてほしいんです。君よか。そんな場所はこの世界にはないだろう。いえ、僕よりもホーム。ホーム。始まりの書か。正確には外から入れない場所が必要なんです。どんなに強力な武器や魔法使いでも開けられないような。そういうことですか。アルカトラズか。いいえ大統領、彼が言っているのはもっと安全な場所です。大統領危機管理センター、つまり
ホワイトハウスです。Waouh, ça a bien changé à la Maison Blanche. C'est qui ce gars qui court?読めるのか。教養があるな。なら、これは読めるか。男前のマイドだ。ちゃんと読め。2ヶ月分の飯代って書いてある。世界を救ったヒーローの飯代にしちゃ安い。大層なお城で不自由ない身分だろ。なんで賞金稼ぎなんか続けてんだよ。テーブルマナーって柄に見えるか。 Oh, le cheater. Ah oui, d'accord. S'attaque à une fille. Ils voient un homme et une fille là et ils croient qu'elle est faible. Qu'elle est plus faible que l'autre. ミスターぐらいつけろ。100年前の軍が大金とモラルを捨てて作ったんだ。アスカ君でしょ？ん？軍じゃなくてアスカ君。あなたを作ったのは。その話は広げなくていい。あいつとはいずれ決着をつける。Elle est morte du coup. ここは民主国家だからな。つまりだ。海、我々の政権は人気がない。地下300メートル、最高警備の監獄で不満を言う者が現れたと。話は早い方がいい。城でくつろいでいれば、そんな気苦労もいりませんよ。そのつもりだったさ。 第一のような君が現場検証なんかしてなければな。そんなに支持者を増やしたいのか。実績は第三連合、巷ではそう言われてます。だから敵ばかり増える。被害は負傷者32名。この城で一番頑丈な扉。盗まれたものはありません。報告書に書けるようなものはです。犯人はアリエルスから何かを奪った。しかしそれが武器か力か、我々が恐れるべきものかも。もはや呪いだな。たったの3週間だぞ。戦争が終わり、この犯人が平和に飽きるまでの時間だ。名前は何と言ったか。イノだ。探偵に転職するつもりなら初仕事には向かない相手だ。華々しい犯罪歴だな。資料の半分でも事実なら、人生が10回あっても懲役が足りない。加えて天才的な戦士、時を超える力もあり、軍も警察もお手上げ。トゲを含まずに読めないのか。トゲ？それならこれはホチキスの針だ。イノが野放しになる理由が延々と連なっている。だがレオ、ここから生まれる疑問は一つしかない。彼女の目的だ。情報はその紙束が全てだ。史上最強の愉快犯、
それ以外何一つ分かっていません。執事は？本名かどうかすら。戸籍を漁る手間が省けた。ギアメーカーに協力していたこともありますが、その動機もすべて謎です。まあそれも今まではの話ですが。今回は違うのか？今まで以上だ。これは自慢だが、俺は映像検証の鬼と言われている。監視記録に映るのみ一匹見逃さない。だが昨夜の映像は全て井野が消して回った。犯罪者のイロハだろ。人目を気にしたんだ。あの世界一の目立ちたがりが。何かを隠したかった。つまりこのシナリオには続きがある。やはり話は早い方がいいな。我々は何を恐れるべきだ。タイミングです。近日開かれる G4 サミットとあまりに近い。そして問題児は2人、ギアメーカーとイノ。彼らの目的が別々だとしても無関係とは考えにくい。2つの竜巻がぶつかればより巨大なものになることも。確かにタイミングだな。すぐにでも犯罪者の輸出を止めなければ。つまり我々には竜巻を消す竜巻が必要だ。ダレル、ソルバットガイは賞金稼ぎを続けているんだろ。あいつは100年かけて人生を取り戻したんだぞ。私にも彼をねぎらう気持ちくらいある。だが英雄はアイドルではない。チヤホヤされるのは危機があるからだ。ちゃんと落ちないようにね。今終わる。はい。おい、ジャックを。そいつは慎重に扱え。仕上げたばかりで不安定だ。何？爆発でもするの？この山丸ごとな。バッテリーはまだないが、下手すればそうなる。えげつないわね。なんてもの持たせるのよ。一席趣味の時間をお預けされたことがあるか。力作も生まれる。え、これ趣味なの？なんて無駄なもの。ああ、ブランド物や宝石と一緒だな。バラの花束だと思え。扱い方は同じだ。プレゼントしてくれれば覚えるわ。ところでだ、さっきみたいな無茶やめろ。え？お前はもうただの人間だ。生物学的にって話？違う。城で暮らした方が良かったか。アリアはまだここ。私は代理人格。この体の運転免許を持ってるだけの AI。 そういうことは本当の恋人が帰ってきた時に聞いて。お前に聞いてるんだ。役割以上の希望はないわ。役割でついてきてるのか。あなたの前にいるのは10年連れ添った私。役割の知識なら1000年分。そして私が知る世界は1年もない。だいたい私が城で暮らしたいって言ったら？まあ勘弁だな。冷蔵庫を漁るのにも許可証がいるところだ。ネズミだって2日で出ていく。ソル。なあ。すぐに城に来てくれ。石緑も臭いな。それ喜んでるの？窓もない部屋に一日中いれば誰でもこのありがたみがわかる。僕は100年そこにいた。今さらなんで僕が必要なの？君は僕のせいで力を失った。取り戻したいんだろう。つまりまあ安っぽい言い方であれだけど、神になる。それって面白いの？
その質問重要？重要だよ。へえ。Il a vraiment perdu ses pouvoirs. Il y a des choses qui sont importantes. 僕はそういう定めとかが苦手だな。だから宇宙を構成する物質がたったの 4% しか解明されてなくても残りの 96% を明らかにすることに興味はない。民も名誉も権力もだ、意味はない。僕にとって一番大事なのはね、ドラマだよ。君はどんな物語を見せてくれるのかな。私を想像した神は片手にテキーラを持ってた。そんな感じでいいならできないこともない。でも欲しいのはもっと単純。未来だ。面白いね。ハッピーケイオス。ハッピー？名前だよ。君がボスだ。そして僕は生贄になる。Ils ont fait un taf monstre. C'est super intéressant. Après, je vais regarder qu'un seul. On fera une VOD, un morceau d'histoire, comme ça sera mieux. J'ai quand même envie de taper. Taper des persos. Donc là on est au début de l'apocalypse, hein, clairement. Si l'hôtel veut devenir une déesse et tout, ça va être une catastrophe planétaire. Asuka-san, je ne peux pas dire que je vais marcher. Mais je vous demande de faire un tour de visite. Oui. C'est un peu trop bruyant, mais il y a des gens qui ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire que vous avez choisi, c'est le plus difficile de rentrer dans le monde du monde. Fujiyu, も覚悟してください。その先が？いえ、この部屋であればカフェに行きたいという理由でも外出できますが。建物は生鮮地のまま。こんなのがそこら中だ。僕には馴染み深い景色です。私には触っていいかもわからんよ。よかった、変わっていない。アスカ。あ、はい。不便などありません。ご友人は多い方ですか？ここでは一切のプライベート通信が禁止です。通信制限か。ええ、ですから禁止というより不可能です。非公開の第13世代 AES、 宇宙最強のセキュリティ。お友達が音信不通であなたを探し始める前に
連絡はお済ませください。ああ、でも多分それも大丈夫です。ずいぶん腰の低い魔王だな。ああ、正直拍子抜けだ。何を。慌てないで。Elle les a mis en PLS. Qu'est-ce que tu fais ? Chunin!ディキンソン長官はもう現場です。だから急いでる。まあこの演習にどれほどの意味があるのか分かりませんけどね。我々全員より長官一人の方が強い。その彼がギアメーカーが敷地内にいるせいでイラついてる。遅刻すれば信頼を失うが、欠員がいれば命を失う。ジオですね。月をめでるには早くないか。館内は気が濁ってます。長官の機嫌次第でもっと濁る。訓練に参加しろ。私を特別警護官に推薦したのはあなたです。採用規定にも目は通しました。昼寝に給料を払うと書いてあったか。実力で勝るお前がなぜこのバッジをつけてないのか真面目に考えたらどうだ。デザインが悪趣味だからです。異論はないが、他では言うな。大統領自らのデザインだ。ウドウとお揃いのダサいシャツも。いいから気を引き締めろ。胸のボタンも締めろ。ルッチデコルテ。いい男を誘えなくなります。俺が引っかかってるか。さて、アスカ、私はこの目で真実を見た。君は善人だ。何かの間違いで魔王などと呼ばれているが、トラブルを望むような人間じゃない。だからこそ要求にも応えた。そろそろ聞かせてくれ、ここに来た本当の目的を。本を守ると言いましたが、一生ここに居座るつもりですか。我々もバカではありません。あなたは G4 のタイミングを図ってここに来た。主要4カ国の代表が集うこの場所とこの時に、そこで何をするつもりか。守るというより人の歴史から消したいのです。そう、例えばプロジェクトティルナノーグをご存知ですか。ティルナノーグ、まさか。それは都市伝説です。何の話だ。このホワイトハウスのどこかに大型戦略兵器が隠されている。根も葉もない噂です。さすがエリカ前大統領、確かに噂話です。ただの噂と違うのは、事実の方が大げさということ。聖戦が生んだ負の遺産、人知れず眠っているものは他にもあります。極めて危険なもの。僕にはその全てを抹消する義務がある。つまり君は G4 でその是非を問いたいのか。聖戦は全て僕の責任。人類を絶滅の危機にさらしました。善良な彫像は
悪しき傍観者と変わりない。ずっと目を背けてきた。僕が本当にこの世から消さなければいけないのは、この始まりの書と。ソルバットガイ。